こんにちは、カプリショーです。今回はですね、こちらのバラの花を作っていきたいと思います。こちらの作品は15センチ角の折り紙を全部で6枚使った作品です。こんな感じで花びらの部分を開いていくと、パッと大きなバラの花に変身します。ご覧ください、こんな感じです。もう一度ですね、端の部分をパタリとこんな感じで平たくしていくと、今度は元の形のつぼみに変身します。それでは早速作っていきます。
き上がりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネルが良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。